次は？今日から2日間泊まるキャンプ場に行きたいと思います。行きます。犬もいるよ。犬連れのためのキャンプ場。キャンプ場ではゴミリーズは2回目だ。初めて時はコテージに泊まった。今回はテントサイトで親と犬と4人で1匹でテントに行って、まあ、中を見てみましょう。ゆるぐる。今回泊まるのは B サイト。ABCD4 つしかサイトがないんだけど、まあ、全部どっか広い感じ、うん、超広いよ。犬が走り回れる。この B サイトにはこれが備え付けのテント。広い。4人用ぐらいか。広。余裕で寝れる。下もなんかワシャワシャしてるやつ。ワシャワシャしてるやつ。ああ、割とクッション性はあるね。下のところ行ってんだよ、マットレス下の。これもね、マットレスもちろんあった方がいいけど、最悪なくても。高さもそんな感じ。身長155センチなんですけど、腕を伸ばせるくらい大きい。ゆるぐる。珍しいシャワー。キャンプ場にシャワー。しかもこの自分たちのサイトの中で自分で使える共用じゃない、共用スペースじゃなくて、これはすごいよね。シャワーだけだけど、ね、こんな感じで冷蔵庫もついてるし、すごい。Wi-Fi も。Wi-Fi 導入します。Wi-Fi がないと生きていけないから。専用のプールもあるし。本当はさ、広いといいよね。よくキャンプがさ、洗い物がさ、大きいじゃん。うん、トイレもついてるんや。これも共用じゃないからね。しかも、風船トイレちょうどね。あの、ウォシュレットはないけどね。ウォシュレットはなし。ゆるぐる。ペロンチムース、マヨポンスープ、できました。甘いしフレッシュ。